今回は棋聖戦の第3局の1日目を見ていきたいと思います黒番が河野九段、白番が井山棋聖ですねで、お互い黒小目に打って白は3-3ですね、小目と3-3ですね井山さんね、3-3は結構打ってますね で、こちらにね、二間に。低くね、挟んでいきました。これもね、最近よく見ますね。で、こちら大ゲイマに打ちました。で、付け引いて、この付け引きがね。あの、白から先に打つ手もあるんですけど、白から打たなかった場合は。これ付け引きが大きい手なんですよね。 で、繋いて。で、小こ銭こかけていきましたね。で、つけて、跳ねて、切っていきましたね。で、押さえて、白は収まることができましたね。この1目が取れたのでね、収まれましたね。で、押シを打って、抱えました。手厚くいってかけましたね。 で、こっちに閉まりましたね。で、ここで伸びたんですね。まあ、ここに行ってかけとくのが大きいと見たんですね。でここ難しいところで、これ僕だったらね、まあ、ここも大きいんですけど、こっち打っちゃうんですよね。こっちに、今閉まったとこなんで、すぐにつけて、利かしに行って、まあ、開いて。 で、まあ、ここに打たれるのが嫌だったということですね。ここの羽が大きいということで。ただね、僕もね、ここもね、大きいのでね、なんかこういうふうに足早に打ってしまう、打ってしまいますね、僕だったら。だけど、この押して羽の連打が、やっぱ大きいと見てるんですね。だからここら辺がやっぱりトッププロの感覚なのかなと思いますね。で、イヤマさんはここが大きいという判断をして、 で、河野さんもね、ここが大きいという判断しましたね。やっぱりね、ここ大きいって気になっちゃうんですよね。ここら辺、の開き大きいですよね。ここも、なんか右辺がね、すごい僕は気になってしまうんですけど、やっぱこのお互いがここ大きいと見てるので、やはりこの左下が大きいということなのかなと思いますね。ここが今、局面最大と見てるんですね。で、戦って、 切っていきましたね。これ一番厳しい手ですね。一番厳しく戦っていきました。これなんか一見ね、周りに白石がたくさんあるので、ちょっと黒が苦しそうに見えるんですけど、この白もね、結構ここの下辺とかも弱いので、で、ここの切った形もあんまり良くないので。これ意外と互角の戦いのようですね。こちらに飛んでいて。 で白はこちらに行って備えましたね。まあ、これ本手ですね。これ行って必要という判断しましたね。何かねこれここの飛びとか大きいのでなんかここら辺も打ちたいと思うんですけど、これ飛び大きいんですけどこの3子を捨てられるのを気にしましたね。これまだね3子だと軽いので捨ててくるんですよね黒。 ここのつけが大きいんですね。つけて、まあ伸びたいですけどね。次ますね。で、出て切りたいですよね。ただね、これが無理で、出て切ってくる弱点がある,あるんですね。で、これ助けたいですよね。こうやって。で、絞って、絞って、こすみつけて。これ白2手しかないので、攻め合い黒が勝ってますよね。なので、これ白潰れちゃうんですね。 反発できないと。なので、まあ出て、切ることができないんですね、ここに。1手バックしないといけない。で、下がって。で、まあこれ、付けぐらい打てば、この算子は取れますね、こうやって。出ても、これで取れますね。で、4手ですね。4手なので、まあこれが、 曲がりが、曲がりが効いて、まあ、この5子は黒取られちゃうんですけど、ステて石にされちゃうんですね。またこれ覗きとかが効いて、外から、ここら辺が覗きとかが竹ケとかになるので、まあ、外側からこうやって効かせるんですね、いろいろ。あと、ここら辺のちょっと締め付けもあるので。だからこれステー石にして黒十分という風に打たれてしまう可能性がある,あるんですね。で、まあ片付きぐらい打って先にこの、 まだ右下大きいところに先に黒が回れますので、まあこういう展開を白は嫌ったのかなと思いますね。なので、ここ飛び大きいんですけど、ここにね、1点守っておくのが本手なんですね。で、ここで、ちょっと手が止まってますね。どう打ちますかね。まあここは、まあ第一感は、まあ今白がね、 こちらに打って、この3子を取りに来なかったので、第1巻この3子を助けたいんですよね。なので、ま、コスミ一本決めて、ま、これ抜きぐらいと見ると、ま、第1巻こういう感じで、この3子を逃げ出すのが第1巻ですね。で、この、白を攻めていくというのが第1巻ま、逃げ出していく感じですね。ちょっと絶芸の変化見てみきましょうか。絶芸はこいつを示してますね。 あなるほどこういう感じですかコスミは決めてこちらから打つんじゃなくてこの片付き示してますねこれなるほどですね確かに示されてみるとなるほどなという手ですねで、まあ、隅の三 3, 3のね右下に持たれて大きく攻めようっていう狙いですね、まあ、こんな図を示してますねこれはね意味としてはすごい手ですねこれ一番頑張った手で このコスミ一本で、この黒の4子が取られないって言ってるんですね。確かにこれ取られてないですね。あのー、例えばこれケーマとかだと付け越す手があって、これで脱出できるので、これ切れないですよね。切るとこうやって、種取られちゃいますからね。こうやってね、取れちゃうから。切れないので、まあケーマ無理ですよね。で、飛びとかですか他には。 で、これ、桂馬で脱出できてるって言ってるんですね。確かにこれ脱出できてますね。だからここ、こういうとこ気になるんですけど、こういう俗な手がね。だからこれが大丈夫ってことですね。こっちに受けて。だこういう俗な手が気になりますよね。だからこれが、だこっちにね。うんこれどうすんだあ、こっちに、こっち繋いで大丈夫ですね。 だからここに切る手が残ってるから大丈夫ですしこっちに当ててこっちに当ててで次ますよねでこう打ってこれ逆にこの白が危ないですね取られちゃいますねこれ下がってもなんかま下がりとかコスミ付けとかでこれ白の方が危ないですね黒はまだこっちらに切る手とか残ってますからね これなので切っていけないので取れないですね。この、この桂馬で脱出してますね。意外と。なので。だからこっちから出ても、緩めて、こうやって、こうやって、こっち切っても、先ほどと同じようにこっちに打ってね。これもちょっとなかなか、白がいいとは言い切れないですね。結構白も危ないですね、これは。なかなかいけないですね、これは。 黒も手数長いので。というわけで、なかなか、これで取れないってことですね、飛びでも。だから、ここ、片付きまでいけるってことですね。最強子を、最善を目指すなら、この片付きの方がいいということですね。そんなような、今、原曲名。あ、やっぱ片付き。単に片付きですね。このコスミを決めないってことですね。 だから状況によっては、コスミ決めなかったってことは、状況によってはこの3子は、まだ軽いので、捨てるってことですね。まあコスミと抜きはやっぱり、この1本変わっとくだけで、黒石が先ほど解説したように、取られなくなるので、決めとくような意味もね、あったのかなと思うんですけど、イエマさんはさらに筋よくね、単に片付きということですね。これはやっぱりトッププロの感覚なのかなと思いますね。 はい、ここで白が封じ手にしましたね。ここで封じ手になりました。まあ予想としては、まあ今黒が片付け打ったとこなので、まあどっちかハウのが普通かなと思いますね。なので僕の封じ手予想としてはこっちのハイをこっちにハウという予想したいかなと思いますね。で、絶芸の予想を見てみましょうか。 逆側ハウ手を予想してますね。絶芸はこっちに這うを予想してますね飛びですか。でこうやってこすんで、まあ、こんなような展開を絶芸は予想してますね。まあ、なのでまあどっちかハえば普通ですね。他の手とかですけど例えば飛びとかもあるんですけどね。 まあこれは黒はここの三子軽く見たっていうことですから捨ててくるんですよね。やっぱりここの連打大きいかなと思いますね。うん。やっぱ大きいですよね、ここの連打。例えばこれ隅を白が捨て、捨てて、例えばこういう風にこうやってね、捨てて、こうやって咲いてくっていうのは結構やっぱ隅の字の損が結構大きいですからね。 相当攻めが効かないと怖い打ち方なんですよね。まだここら辺の薄くて攻めがうまくいくかどうか難しいですから、ね、ちょっと怖い打ち,打ち方ですね。先に白が地を損するので、怖い打ち方なので、なんかこっち飛びとか、あの他にもなんかこういうとか、まあ、あるにはあるんですけど、こういうとかこういうとかね。ただこういう手であれば、例えばこうやって受けられてても、 いいかどうかわかんないんですよね。あの、ここの真ん中の黒を強化してしまって。例えばこういう桂馬だと黒も素直に受けてくるっていう可能性も結構ありますのでね。あの、いいかどうかわかんない。こういう反発する手が。なので、まあ、素直に受けておくのが第一感かなと思いました。というわけで予想はこっちですね。で、絶景は逆側の灰と。まあここら辺が本線になってくるのかなと。まあでも、 反発もないことはないので、まあ、結構難しい封じ手にはなってるのかなと思います。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。